全パッド 8.0 の速攻チェックです。まず概要、 SIM ロックフリーで LTE にも対応するよと。通話も可能、29,800円前後と。対応バンドがですね、こうなってますね。これは後でコメントします。で、スナップドラゴン410、エントリーレベルの SOC ですね。メモリー 2GB、ストレージ 16GB、 1280×800 ドット、8インチと。で、Android 5.0.2、 センサーは GPS、 加速度、光、電子コンパス、近接があると。必要なものは揃ってるね。8月下旬に発売予定と。今のところ日本の ASUS にページができてないので、 GSM アリーナで確認しちゃいましょう。これね、 Z380KL KL でいいんだよね。 Z380KL。 それでこれはですね、すでにグローバルでは7月にリリース済みの製品なんですね。ちょっとよくわかんないのがここなんですよ。ここに書いてある 3G と 4G の対応状況がここと全然合わないんですよね。どうしてなんだろう。特にさ、このバンド18、19の話なんてここに一切書いてないんだけどな。ということはだよ、一応このモデルは日本のネットワーク用にローカライズしてくれているということなのかな。だけどそうだとすると型番変わるはずなんで、 Z380KL っていう型番のままであるっていうのはよくわからないな。この辺ちゃんとやっぱり日本の ASUS の商品ページが登場してから再確認しないといけませんね。まとめです。すでにグローバルでは7月にリリースされているモデルということもあって、あまり大きな驚きはないモデルなんですけれども、やっぱり SIM フリーっていうのがいいよね。個人的には ASUS ならばね、もうちょっと安い値段で出せたんじゃないかなっていう気はしないでもないんだけれども、 SIM フリーのタブレットってまだまだ珍しいですからね。かつおそらくちゃんと日本ローカライズもされていると思われるので、それを考えれば十分納得できる価格ではないかと。ただし発売が8月下旬でしょ？となるとですね、レノボとかファーウェイとかが対抗機種出してきそうな気配がしないでもないですけどね。それら他メーカーの出方も見てみたいなという気がしますね。それからでも遅くないかなと。